24時間か。辛いやばすぎ。ブラック企業。そう。みんな何時間だったと思う今日は。ねえ、電子レンジ借りていい？いや。北斎とあと7周年と両方ありました。うん、そうなんです。正解。12時間でした。私はアメリカを取ってしまったからな。ああ、そういうことね。そう。そうなんです。朝9時から夜9時までありました。そう、大変です。7周年後も今日振り入れされた曲が何曲あったんだ。めっちゃあって、初めてやる曲。4曲だ。初めては3曲か。初めてのが3曲もあってそう大変です。明日は宝塚始まる。あれなの、夜配信がね多分できないから。そうだから朝します。できるのか本当に。私といちごだけよ。そうなんです、大変でした。明日出迎え、明日私お出迎えいないよね。私はいます。ないんです。うん、昼は昇格した子で、夜が神戸の子だね。ぜひぜひ来てください。来てください。そうなんです。12時間大変でした。そう。あ、そうなの。今日置くだけです。私の電子レンジをいちごさんが使ってます。悲しい。お出迎えが徳島と。そう、岡山で公演は出ます。もちろん待ってますね。デジャビュー。そう、こんばんは。そう、デジャビューしてる。そう、私ソファ高熱、確かに。そう、緑のソファ詳しくない、大丈夫だよ。私も家はソファーリオ、白いソファーが。明日行く。お、待ってます。明日当日券もあるみたいだから、よかったら来てください。そう、お見送られ、え、お見送られさすがに出るんじゃない、本編出てるから。え、微妙なとこだよね、言われてないよね。何も出ないのかな、わかんない。でも全部終わってからじゃないの、お見送られ、お見送りの代わりなら。あ、でも確かに、そっか、ならさすがに3期生出るかな。え、なんかもう今回のコンサートはほとんど練習できてないから、そう、怖いです。そうなんです。明日も明後日も、お、待ってます。わしも行く。お、待ってます。待ってますよ。え、今電子レンジ鳴った？鳴りました。 ありがとうございます。はい、通路沿い、え、それはいいね。それはあれだ、あの写真スマホでね、撮るときがめっちゃいいやん。いいですね、いいですね。そう、そうなんですよ。明日楽しみですね。今日は9時にレッスン終わったから、みんなとご飯行ってたら配信間に合わなくなっちゃうから、そう、普通に帰ってきた。12時までね、できたらいいんだけど。そうなの。違うけど電子レンジあるよ、さすがにあるよ。そう、お見送られ、そう、お見送られすごいよね、いいよね、あれ方式。そうね、写真たくさん撮ってもらえるといいよね。待ってます。箸もらいます。はー、どうぞどうぞ。そう、アルバイン TV で、え、どうだろう、詳細まだ出てないかな、どうかな。失礼しました、言っちゃいけないことを言ったら怖いですね。あ、でもあれがある、あの DVD というか、なんて言うんだろう、あの STUH の映像はついてくるね。そう。そうなんです。どんな映像なんですか。まあ園地だから、まあ遊園地で撮った映像ですね。そうなんですか、遊園地怖いですよね。はい、え、いいね、通路側だったんだ、それは嬉しいですね。いちごの今日のご飯なに。トッポギです。トッポギらしいです。私は、サガダも食べましたけど、私は
50円いつもこれ食べる大好きなやつなんだけど50円風になってて最高、初めて買った50円風の時。そうそうなの。麹味噌マヨネーズ入り野菜スティックと、野菜大好き人間みたいなんだけど、大根サラダと、これは今日食べるか迷い中なんだけど、もこタネとタララ。タララも今日は食べないかも。とりあえず今日は野菜を食べたい気分。まあいつもなんだけど。そう。ぜひぜひたくさんね、スマホとかカメ子さんはね、撮ってください。そう、SDGs いいよね。そう。このまま廃棄されてしまうのはね、悲しいから。明日の朝の7時まで食べれるの？じゃあもう一個買えばよかったな。買えばよかった。これ好き。これのね、味噌マヨネーズのがそうつけるのがすごい美味しいんだよね。そう、いちごは味噌が苦手らしい。明日3列目了解。味噌汁飲みたい。タイプ A、B ともにブルーレイついてる。お、ぽいです。味噌汁ないんですか？味噌汁？インスタントならあるかも。そう。どうぞどうぞ。とろろ美味しいよね。そう、野菜大好き。そうなんです、お野菜大好き。そう、この店にアルバム並ぶんじゃないかな。そう味噌が苦手だ。確かに愛知県は味噌のルール使ってるからね。かけて味噌をね。そう、野菜スティック美味しいんよこれ。本当に美味しいよ。こんばんは。トロロ大好き。トロロは野菜に、え、でも長芋だっけのすったやつだから多分野菜だと思う。そう、ひいおばあちゃんがよくねトロロすってね、あの食卓に出してくれてた。そう、おばあちゃんが自分ですってくれて。どうしたの、いちごがこうやってやってきたから今反対を作ってきた。明日赤いペンライト了解。告発 NG なんです。してません。いや、しました。しました。あ、したんですね。そう、そうなの。これ父、え、車と、ご飯にかけて食べたいかな。熱々の炊きたてのご飯とかにかけて食べたい。ロー最高。しかも 100g 入ってるの、いいですね。そう、芋だから。そう、芋より野菜入らないよ。入る。そう、ラーメンも野菜。まあ上に乗ってんのは野菜だから、シャゴにしたら野菜か。0kcal やん。ポテトもあれは野菜だから0kcal。うん、そう、酢につけるの確かにいいね。こんばんは。そう、一人暮らしですよ。明日も明後日お仕事。そりゃ頑張って。私はコンサートを頑張ります。いちごさんは3日連続コンサートですね。頑張ってください。うどんに合う。とろろ確かに丸亀のさメニューであるよね。玉とろ、卵ととろろのうどんあるよね。昨日ひーたんが食べてた玉とろ。確か美味しい、ね、いいよね。そう、ステーキも横にあの人参さんとか乗ってるから。だからあれはもう0キロカロリー。二人暮らしじゃないから。そう、仕事広いだから。お、なるほどね。それで夜来るのか。そう、私のこと考えながら頑張る。それは頑張って。あ、しました、頑張ります。牛丼も玉ねぎ入ってるからセーフです。そうなんです。はい、で焼肉も野菜は一口でも食べたら0キロカロリー。私もよく野菜を摂取するから私も野菜。野菜なんですか？野菜です。あ、野菜。はい。あ、ストバット。じゃあいちごとトマト。うん。じゃあ北なんだっけ？奥沢じゃなくてトマイチ？トマイチ。そう、ハンバーガーもピクルスと玉ねぎ入ってるから0キロカロリーです。おじさんも確かに野菜を食べて育ってるから。その考え大好きだわ。だからまあ0キロカロリーかな。そうだね。そう、うせは装飾だから。そうですよ、本当にもう、0カロリー。そうなんです。そう、生姜は
野菜だから0キロカロリー、0キロカロリー、なんならマイナス。そう、体温かくしてくれるか、そうね、わかる。そう、燃焼してくれるかマイナスだ。キャベツにユイナという品種がある、キャベツにユイナという品種がある、いちご今すぐ調べて、それは気になる。私はキャベツってこと、ひらがなでユイナっていう品種なんかどうなんやろう、キャベツユイナで。そう、いちごも確かに野菜だから仲間だわ。いちごフラペチーノもいちご使ってるから実質大丈夫で、その上のクリームもそう牛さんから取れて、牛さんはそう、草とかを食べますから、まあ0キロカロリー、団地で3月から4月に取れる春キャベツらしいです。春キャベツか、今ぐらいの時期にあるのかな。え、ひらがなギュイナなのそれ。そうなんだ、ひらがなケーキみたいな、やめて。ひらがなギュイナ、そうなんです、そうなの、そうなの、そうなの。そうだ、お寿司もガリが食べれば0キロカロリー、あとなんだろう、軍艦系で横にキュウリがついてたらそれも0キロカロリー。そう、あ、キャッチ聞いた、ありがとう。アイスはアイスの言い訳考えた、アイスの言い訳。え、アイスは凍ってるじゃん、うん、ゼロ。凍ってるってことはゼロ、なるほど。え、ドーナツってさ、まん丸だからさ、まん丸だからあれゼロじゃん。え、しかも穴開いてたらゼロって書いてあるよ。そう、ゼロって書いてあるよ。やばすぎ理論が。アイスもだって牛乳系だったらもう牛さんだから、うん、そうだね、そうだね、ゼロだし、氷系とかだって氷ってさ、カロリーないじゃん、うんうん、ゼロやん。なんだろう、あとなんだろう、この蒙古タンメンだってゼロ、人参とかキャベツ入ってるからゼロだよね。まあ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 、辛い、辛いやつってやっぱ、ね、そう、燃焼効果あるから、ま、なんだマイナス、マイナス、やばい、食べない方がいいんじゃない。やばすぎる、痩せちゃうね。そう、悪すぎる。そう、お寿司のサーモンもそう、スライスオニオンとかのあのアボカドサーモンとかアボカドエビとかもあの野菜あるので0キロカロリー、この世の中は0キロカロリーです。そう、挨拶を得たいので冷えた体を発熱させるので0カロリーを使う。そうなの、いいこと聞いた。じゃあアイスどんどん食べよう。そう、ラストの一応かき氷、え、いいな。私今日普通のかき氷の朝日買ってきたよ。何やってっけ、朝に蔵ってか朝倉屋のかき氷買いました今日も。アイスをマイナスです、もちろん。そう、ゼロカロリー、痩せちゃう、痩せちゃう。そうなんです、そう、そうなの、そう。やばすぎる、ゼロカロリーのもの、ゼロカロリーのポテチも、あれはジャガイモだからゼロカロリー、うん、そうだね、そうだよね。そう、黒は森に住んでるから野菜だって。急にうんとか言い出した。確かに。え、待って、もう56、ありがとう。じゃあ男女読みをして終わります。17からいきましょう。17位、うまちゃん、あと明日は楽しいな、つまめさん、ありがとう、待ってます。16位、いけびさん。15位、まおさん。14位、まこあとつまめさん。13位、リラックマ、あとマカロン食べたいさん。12位、福太郎、あとヤミズさん。11位、ももじろう、あと 162.1cm 女子しかかたんさん。トップ10、10位、ミカエルさん。9位、よしみさん。8位、ラベンダーバージョン KA さん。7位、ナスちゃん。6位、テネアットゆういちごさん。そしてトップ5、5位、ももさん。4位、ヤマシンさん。そしてトップ3が3位、スプマーテさん。2位、これはコーラさん。初めてお礼し待ってます、もちろん見つけます。そして今日の第1位はどこ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 どん、今日のランキング1位はトーノカッコイッパソさんです。ありがとうございます。パチ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 、ありがとうございます。今日はレッスンが長かったから帰ってくるの遅くなっちゃって配信あんまできなかったけど、ありがとう。明日は今のところの予定だと配信が帰ってきて始められる時間が10時よりも後っぽいから、そう、朝にします。そう、めっちゃ意味のわかんない、明日朝、そう、早く頑張って起きてします、頑張ります。もし起きれなくてもチケットがあるからとか言って甘えずに頑張って起きたいと思います。
そう頑張ります。明日はね、私はコンサートだけじゃなくてそれ以外にもねあるもんね、お仕事。いちごさん、そう、それ以外にもコンサート前にもお仕事が入っているので、もう本当に大変です。いつ公演だけだよね。そう、明日は夜だけで、明後日が昼夜。メールでさ、うん、2とかおすすめとか言ったんだけど全然一部しかない。そう、明後日だよ、明後日が、そう、明後日のは昼と夜はコカさんの商工会もありますね。明日はそう金曜日だから難しいかもしれないけど、当日券もあるので待ってます。ではまた明日頑張りましょう。頑張ります。私も大変だけど頑張ります。明日多分7時台に配信します。もう、あー今日は寝れない。今日は寝れるか、明日が寝れないかも。明日は眠れない、明日は眠れない。僕体の方も頑張らなきゃいけないし、そう、明日は学校がない日なの。そう、頑張ります。でも、頑張ります。そう、楽しみにしててください。じゃあねー、お疲れ様。そう、寝れる時に寝ます。みんなも明日は気をつけてきてね。ありがとう。トロロ。違う。